どうですか？おはようございます。今日はちょっと早めに起きて海チェックしてたんですけど、だいぶこの不調の風にやられてサイズが下がっちゃいましたね。昨日の夕方やばかったよ、俺とユージこの前で超チューブ。ちょっとねサイズも下がったしな。今日何日だっけ？3月の10、ホワイトデー。ホワイトデーだ、ホワイトデーだ。俺何も渡さないつもりなんだけど、やばいか。何を？いやでもさ、別にバレンタインデーとかさ、なんかそういう記念日とかさ、俺どうでもいいかなとか思って。でもなんかもらったでしょ？もらってないよ。あ、もらってないんだ。もらってない。でもここで、もらってないけど、ワイフにあげたら、おーってなる。いや、なんないだろう。なんないだろう。そう。結婚したことないから分かんないから。いやもうなんかうちの決まりは、そう、なんか記念日とか1ヶ月記念とか1年記念とかそういうのもどうでもよくねみたいな、そんな感じ。あ、そんな感じだった。あ、なるほど。え、今日どこでやろうかな。正面はたまにじゃない？正面はたまに。いや渋いですね、今日の波は。渋いね。はい。いや今ちょっとね波チェックしてたんですけど、結構なんかいいのは良さそう、いいのは良さそうだけど、やっぱセット間隔がちょっと長いかな。だから、ちょっとね、本数少なそうだね。本数少なそうだ。ちょっといいのね決めたいね。でもいいのめっちゃ決めたい。久しぶりのいい波だから、ね、でも最近でもいい波続くね割と。そうだね、ちょ決めてくるわ。うん、お願いします。あ、どうでした？そういえばこの間の呼吸のやつ、なんかなんかさ、きつてたよね、うん、そう、なんかあの腰の痛みが治ったとか。そうそう、まあいろいろなね効果はあったのかなみたいな。まあ自分も今なんかいろいろ試してるんですけどね、やっぱ継続させるっていうことがもしかすると一番難しいかもしれない。ちょっといろいろ試しながら頑張って継続させます。はい、僕も。うわ、ちょっといい波来てる、行ってくるわ。もうもう分かった。
疲れ様です。お疲れ様です。どうでしたか？いや波ね、いいのは良かったね、すごく、うん、最初良かったね。おしわが結構強くなってきちゃって、うんうんうん、波風もサイズもともにどんどん減っていく一方で、もうそろそろこう乗れる本数と撮影の時間がちょっとね、あれだなと思って上がってきたんですけど。なるほど。いやでもいい波何本か乗れてるね。うん、1本目もバックサイド良かったし、ね、2本目中部長かったし、結構地味になんか、そう、耐えて、そう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 。で、あのこっちからさ中が見えなかったの。だから、あでも影があるから、あれ繋いでる出てきたーみたいな。いや結構いい波だったマジで、ね、久々の。いやまさかさ。うん、もうちょっとでもね残ってほしかったなサイズ。あそうだ、ね、だって最初そのチューブメイクした時にあれ今日神回かと思って、神回かみたいなね。ちょっともうちょっとねいっぱい抜けれれば、そうだ、ね、まさに神回になってたんだけど。まあそんな感じですかね。そんな感じですかね。で、ね、コメントでさ、うん、コメントっていうかさ、この前さあの写真撮って、俺だったら写真撮ってくださいみたいな感じで言ってたじゃん。 あれからどう？あれから、うん、あれからでもね、あの時がピークだったみたい。あの時が結構一番ピークで、うん、最近はまあでもほら最近ジャンクだったじゃん、うんうんうん、だからそういうのもあんのかなみたいな思うけど、やっぱ波乗りのコンディションで決まるの。そうだね、波のコンディションも今日とかだって人結構入ってるじゃん、うんうんうん、だからそう、こういう日はやっぱさ声かける機会、ね、かけられる機会が多いけど、もうなかなかあの時がピークだったかもしれない。もしかして皆さんよろしくお願いします。皆さんよろしくお願いします。まあという感じでね、とりあえず今日はこんな感じでやっていきました。まあ結構楽しい波でしたね、うん。まあ、皆さんもぜひね、これから低気圧がバーッと入ってきてこう上陸して抜けていくときとか、そのままこう海上を北上していく低気圧が来たときなんかは、オシワに切り替わるタイミングがあるんで、そのタイミングを狙って入ると、めちゃくちゃ中風だったりとか今日みたいなグッドコンディションが狙えるんで、まあ、ぜひ皆さん狙ってみてください。ということで今日は最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。じゃあまた。